日本テレビ報道協会 JRP テレビより一人一答をお届けいたします。本日はゲストに武道家の、許談会師範代杉尾仁さん、そして、武道 総本庁聴導院大学総裁の二人にお話をお願いしたいと思います。本日は武道家でもあり居合抜刀、大きな国際大会でも優勝してきた杉尾仁師範代に来てもらっております。私は政治そのものが腰抜けだと、同時に国民も腰抜けだと、なぜ腰抜け日本人に なってしまったのかは戦後72年の教育だと言ってきたわけ。それを誰が立て直すのか、自民党か希望の党か民進党か、いわゆる共産党かと、そういうその政治家が立て直してくれるならば、もっと早うにしっかりした教育の基本ができとったであろうと。この教育の中にやはり武道を取り入れなきゃいけない。スポーツとしての剣道、柔道、空手道というのが各大学にもクラブがある。しかし、この中からは本物の武士道というものが育たない。そういう流れの中で、やはり私は日本刀というものと日本の精神、また質実合憲清廉潔白、この武道精神を身につけるには、国民一人一人が日本刀を腰に刺すべきである。そういう運動をしている中で、今日は、杉尾さんに来ていただいておりますから、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。杉尾師範代、あなたは居合を及び抜刀術を、また、槍を、薙刀を、すべての武具を使いこなし、かなりの世界大会で優勝するまでの鍛錬をしてきた人だと私も高く評価しますが、いつの時からそういう目標を志すようになりましたか。やり始めてはそんなに年月はないんですが、11、2年というところなんですが、事の発端は自分 の知り合いに、道場来いと言って、無外流の道場に誘われて、そこからのスタートで、まず僕も、大会で、初めて4ヶ月で大会に出ろと言われて、その大会で、ノートもろくにできない時にそんな無理だと言うたけど、僕の部下が出ましょうと言うたもので、出てみたら対戦相手が7段の人で、これはちょっと運が悪いなと思いましたが、実に
これは関係ないと思ったのが、やっぱりその初めての大会で準決勝まで行った時に、これはまあ自分でも今からでもできるわと思って、そこから真剣にまあ、いろんな練習、いろんな人のを吸収して、で、まあ、日本の武道というものを自分は追求していきたいなと思いまして、全国いろんなところに大会を行くようになりました。なるほど、はい、そうすると今はその居合およびこういう武術に、はい、毎日どれぐらい時間かけてますか？まあ、稽古自体は週に1回道場でするんですが、うん、まあ、それ以外ではもう自分でいろいろと空いてる時間があれば、いろんなその薙刀や、うん、もしくはその、長巻きといった武器を、うん、ほんまに昔の人はどういうふうに使いこなしたのかなという検証するために、うんうん、実際にまあいろいろ今居合でも型とかは要さんあるんですが、その型も結局それをそのまま使えるかどうかというと、甲冑着てそれはできへんとか、やっぱりそういうのがいろいろあるんで、自分が甲冑を着てそれを検証していくということで、例えば長い薙刀に対して小太刀で相手の中に入り込む、ほんで相手に入り身する、そういったことを自分でまあ、勉強しながら、その昔の人がこういうふうに仏教を使いこなしたんじゃないかなというのを検証していきながら、またそれを一つ の形にしていって、それをまたいろいろ推奨していきたいなというふうに思っております。もともとは杉尾さんは、はい、大阪の方ですか？はい、そうです。どちらで生まれました？大阪堺の方です。あ、堺で生まれて、はい、それで、その運動はやってましたか？何か運動は、そうですね、まあ、それこれといって別にその、まあ、日本拳法ぐらいで、うん、はい、まあ、これは何歳の時に始めた？それ高校生の時です。あ、はい、日本拳法は、はいはい、でこの日本刀とか、はい、今の薙刀とか、はい、槍とかを、はい、興味持ち始めたのはいつ頃ですか？多分小さい頃から興味は刀にあったと思うんですが、うんうん、なかなか本物の刀を見るということが実際にそういう機会がなかったもので、うんうん、で実際にその道場に行った時に刀のすざましい切れ味を見た時に、うん、まあ、正直ものすごく感動しまして、うん、で今度はこの槍で切ることはできないかなと、で刀鍛冶に今度は槍を作らして、うん、その時は40センチの近江槍を作りまして、でモロハで両方で切れるようなやつを研ぎ出して、うん、今度はこしらえをそれを作って、まあ、それで今度は槍はつくもんやとばっかり皆さん思ってますが、槍は切るもんで刀はつくもんというような発想に自分も変わりまして、うん、いろいろと長巻きも刀鍛冶は焼き場に入れへんと言って、こんなん無理だと言ってたんですが、うん、無理して作りまして、で、まあ、その武器を全部使いこなすことによってね、まあ昔のね、まあ、武士がどういうふうに、ね、生きたかということと、うん、そういうのを全部知りたいなと思って、まあ、今日に至ってるわけです、うん、はい、で先ほどちょっとお伺いした中に、はい、関ヶ原の戦いの武将の、はい、子孫がみんな集まる会があるんですか？はい、はい、それは毎年10月の21日に、うん、関ヶ原の戦いに出た子孫がみんな集まりまして、大法要がありまして、うん、そこ場所はオーランドというところの中にお寺がありまして、そのお寺 の、うん、住職、そこの社長なんですが、うん、その方が中心になって全国からその戦国時代、まあ、関ヶ原に出た武将の子孫がみんな集まります、うん、そこの時にその大法要の後に僕はちょっと去年一昨年から演舞をやらせてもらってます。あ、はい、そう、関ヶ原で、はい、関ヶ原で戦った時の、はい、まあ、槍、長巻き、刀、はい、まあ、それ以外どういうものを使いましたか？そら鉄砲や大筒や、まあまあ鉄砲、はい、以外は弓か、はい、弓はやりますか？弓も実際に甲冑着てやります。やる、はい、うん、弓をやる。それで、そのとどめを刺すのは何で刺しましたか？槍ですか？やっぱりとどめは脇差しや鎧同士だと思います。鎧同士、はい、うん、
その倒すのには一番いいのは何がいいわけ？倒すのには間合いが遠い場合はやっぱり長門の槍で、槍で切る、はい、でそれでとどめは持ってる脇差しで首を落とすというのが大体の流れだとは僕は思っています。なるほどなるほど、はい、それを実践で現在においてやろうと試みたことありますか？実際にやろうとは、例えば安倍晋三やりたいとか、はい、そんなこと言うていいんですか？やりたいと思えば、はい、思うのは自由だから、ね、はい、やれば捕まると、まあ、はい、あのやりたいのはやりたいというか、まあ、武道をやってるうちに、まあ、自分がこの、まあ、刀というものがどれだけ怖いものかというのを分かっているので、うんうん、まあ、逆にその刀で人を殺めるとかそういうことはするもんじゃないと今の時代はと思ってますんで、うんうん、そうだね、はい、あくまでも刀は相手を切り殺すものではなく、はい、我が身を諌めるものであると、はい、こういうやっぱり推しがあると思うんですよ、はい、でそれをみんな持つことによって責任感を常にしっかりと身につけつけると、はい、何事においても俺が責任を取るという気持ち、これは日本刀にかけてそれを誓うというね、はい、だからそれをもし責任を逃れるとか逃げるとかの場合は腹を切る、それで湧き出して切らなきゃいけない、はい、切腹によって自分の責任を示してみ見せるという、はい、だから非常に厳しい気持ちを日本刀とともに持ってきたものだと思うんですよ、はい、特に江戸時代は、はい、戦国時代は戦いの道具だったわけだからね、はい、しかし江戸300年は戦いがなかったから、はい、やっぱりそれをまあ、日本刀を刺すことによって責任は取るぞと、はい、責任を取る政治をやるぞという、はい、それが武家政治、武士道の精神に基づく国づくりであったと思うんだけども、はい、今はそれが全くないと、はい、ぜひこの政治をやる人たちは、はい、言葉に対しても責任を取る、行動に対しても責任を取る。だから私は選挙で選ばれた人たちはまず日本刀を持った気持ちで真剣に命を懸けて政治に取り組んでもらいたいと、まあ、そういうことでこの日本一人一刀の番組の中に今後こういう侍を日本中から声をかけて来ていただこうということなので、はい、一つお仲間の方々にも、はい、話をここへ来てしていただくように伝えてください。はい、お願いします。はい、本日の一人一刀以上で終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ロシアの一員であると。